はい、さあ、おはようございます。今日は10月の25日金曜日ですね。現在の、気温が66度、ちょっと肌寒いですね。まあこんなところで、まあタイヤもねさんさんとしてますね。映ってるのかな太陽からのエネルギーを目いっぱいもらいながらね、一日に10分から20分ぐらいはね太陽の光を浴びるとめっちゃいいらしいですもんねまあ今日もね一日に一回は体にいいことをということで、今日はね海の上でラジオ体操みたいな感じですね。今日は海の上でラジオ体操みたいな。映ってる。あ、まあこんな感じですね。海の上でもラジオ体操ということでね、今日はねこういう感じで景色がまあここは船着き場っていうか船を出して、みんなが乗ったり降りたりするようなところですね。
お尻を振ってる鳥さんなんかもいますね。公園になってまして、360度がこんな感じですね。あ、なんかね、カヌーをこぐ人たち、ね、いますね。まあ太陽の日差しもね、超いいやんべって感じです。よいしょ。あー、くさみよ。ね。まあ、こういう感じだね。子供に帰って。あ、アーシングっていうやつですね。まあね。海外にいるとやっぱりあのね、お母さんとかお父さんとか、まあ特にねお母さんだと思いますけど、会いたくなりますよね。まあやっぱ海に来るとお母さんに会えたような気がしますよね。海の母っていうぐらいですから。違うか一人で行って一人で受けてます。まあね、こんな感じで皆さんフォーエバーキッズでいきましょうまた野菜うんじゅな、うんじゅな、あきさみよ、うちなぐちむじかさんあーな、皆さんにまた今日もハッピーハッピーな一日が送れますようにということで、さすがです。